らっしゃいませ。当店にご来店していただきありがとうございます。このお店はあなたのお顔にメイクをするところです。お顔を触ってもいいですか？ありがとうございます。ちゃんと洗いました。そうですね。こちらのメイク製品が一番お似合いになるんじゃないかなと思います。そうですね、もうお顔は洗顔されたんですか？はいはい。いやでも綺麗ですね。でまず最初にこちらは当店のおすすめの日焼け止めなんですけれど、どうですか？SPF30+ です。どういう意味か知ってますか？不正解です、すいません。まだまだメイクに対しての知識が浅いようですね。でもそれは、今日私が伝授いたしますので、はい、SPF とは、酸っぱいフルーツという略なんですけれど、ご存知でしたか？違います。フルーツです。はい。じゃあ、いきますよ。ちょっと開けられませんでした。じゃあいきますよ。プシュプシュ。馴染ませて終わりです。いかがでしょうか？すごくお肌に馴染む感じで、こうお肌が白くなるという感じはないですよね。そうですね。私もそう思います。そうですよね。そうなんですか。じゃあ次は、順番、次は、これ、何かご存知ですか？読めます。これはブランド名です。 CE というのがブランドです。なぜか全ての商品に載ってますよね。これ中見てみます。
じゃじゃーん。あ、見えちゃう。このような形になっています。何色がいいですか？これは何色ですか？早速つけていただきますね。今回はどのような、この後どこかのお出かけになられるんですか？焼肉いいですね。で、焼肉の後に、はいはい、トイレを買いに行くんですか？すごい。じゃあ行きます。目閉じてください。トイレを買うのが趣味なんですね。すごい。よいしょ。こっちを外側にベースカラーを入れていきます。はい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 。大丈夫ですよ、引っかかないです。引っかくのは趣味ではないので。はい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 。子供がうるさいですね。どうでしょうか、鏡で見てみますか。すごくトイレショッピングにはすごくこう合うアウトフィットルックだと思います。はい、どうぞ。いかがでしょう、見えますか、どうでしょうか、見えますか。似合わない。何を言っていいんですか。そのように自尊心が減ってしまうと良くないと私の当店は思うので、すごく似合っていると思いますよ。これは何色か分かりますか。そういうそういう概念もありえますね。はい。毛穴がよく見えます。じゃあ次は何を外で歌ってるんでしょうね。すごくうるさいですね。次はこちら。リップスティックってしたことありますか？そうなんですね。いや、でも最近は結構リップスティックを朝ごはんのおかずにして食べる方も割といると思うので、いや全然そういうので私差別とかしないので大丈夫ですよ。はい、大丈夫ですよ。全然そういう趣味については会員用なので、はい、この当店はリップスティックを朝ごはんのおかずに食べる方もぜひ歓迎しているので。そうです、そうです。じゃあいきますよ。お口にすいません、唐揚げくんの粉でしょうか、ちょっとついています。大丈夫ですか、これ。
うん、これはスパイシー味ですね。うん、昨日食べましたか？一昨日。へー、随分とフレッシュさが残っていますね。はい、じゃあいきますよ。マスカラ、マスカラってご存知ですか？あ、それはあのトルコの街ですよね。アンカラ、あ、アンカラではなくてマスカラです。え、関西？あ、じゃあそれはアンミカさんです。はいはいはい。難しいですよね、いろいろね、こうメイクの単語とか。はい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 、こんな感じで、あの棒なんですけれど、最近はあのマスカラがブラシというよりもあの棒、そのままの木の棒である形がすごく流行っていて、そうなんです、あのすごい、あのいろんな、たくさんの韓国の芸能人の方々とかもそういうの使って、はい、じゃあいきますよ。あの目をこういう感じで白目にしてください。こういう感じで、はい、あ、すごい綺麗な白目です。そうですね、ピスタチオさんみたいですよ。上手上手。ブラシ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 。うん、とても素敵だと思います。パンクロックバンドに行けそうな感じです。さてさて、次はパウダーブラッシュ、ブラッシュ、なブラッシュ、ブラッシュ、ブラッシュとブラッシュではすごい違う。ブラシはほっぺの、チークです。で、ブラシ、ブラシはこのくじ、今のあの英語講座なんで、あの1000円、はい、さっきの英語講座の無料じゃないんで、はい、そうね、まあ一単語500円って感じなんで、さっきのあの英語講座です。はい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 、こんな感じで、あのピンク色なんですけれど、あの私時々思うんですけれど、もし私が見ている、見えているピンク色があなたにとっては違う色だったら面白いなって思います。だって何色がどうかなんて、あの証明する、証明できるあの術がないじゃないですか。だから皆さんはその生まれて育った時にこれがピンク色だって親に教えられたものをそのまま覚えていると思うんですけれど、これがピンク色、もしかしたら私が見えているピンク色はあなたの緑色かもしれないじゃないですか。人生ね、そんなもんですよね。じゃ、ここのほっぺの、目の下のところに入れておきますね。こちらがあの最近の流行りの、ピエロメイクという形で、タプタプタプタ
終わったということで、最後にこちらのスプレー、こちらスプレーじゃないでした、フェイスミストかと思ったらパフュームでした。香水、今何の歌か知ってますか？はいはい、あ、不正解です。全然違います。そんな歌聞いたことないです。はい、じゃあいきますよ。プシュ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 。大丈夫です、あのお目目の中には香水は入れてないので気をつけてます。これはあのこのような儀式をするとすごくあのいい匂いが長引くする、長引くっていうのはあの私のあのお店で伝統的にしてます。はい、そうなんですよ、よくご存知ですね。じゃあ次はあの最後にあのボーナス、こちらのお店ね無料なんですけれど、よくあの初めての来店の方には初回ボーナスとしてネイルをしてあげてます。いいですか？あー、爪がない。あ、大丈夫ですよ、大丈夫です、全然あの大丈夫ですよ。はい、じゃあお願いします。失礼いたします。はいはい、あーそうですね、はいはい、ちょっとまあ最初にあの爪がないので、はい、大丈夫ですよ、あのすぐまた生えてくるので。どのようなお仕事をされているんですか？アマチュアをされているんですね。そして海の中に潜っていた時にウニに指を刺され、爪を失った、よくありますよ。でもそういうの全然あの当店のお店に来る方とかも結構あのさっき来店なさった方とかもあの子犬を飼っていて、なんかあのトリマーをされてる方らしいんですけれど、あのお客さんのチワワがなんかそのチワワをトリムしていた時になぜか指をすごいなんか大好物みたいだったらしくて、そのチワワが、それでお店のそのチワワの飼い主の方がなんかそのお店の方、そのお客さんの爪もうお家に持って帰れないと、あのチワワがなんか家に帰りたくないみたいなこと言ってて、
そうなんです。だからそれでなんか爪を失ってしまったみたいで、なんか若干あの東京クールのあの金木くんみたいな感じですかね。まあでもいろいろありますよね、世間ってね。そんなあのいろんな人がいるので、との当店はどんな方でもあの大きな心でウェルカムしてあげる、してあげるというかするところなので、はい、全然大丈夫ですよ。そうそうそう、こちらのこれはねピンク色のネイルです。なのであのピンクであの爪がもともとあったところにこちらを塗って、爪があるようなあのギミックにします。大丈夫ですか、大丈夫ですか、起きてください。はい、素敵です。とてもリラックスしてくださいね。息吸って吐いて、息吸って吐いて、上手です。見てみますか、爪。これ鏡で爪を見てください。ありがとうございます。じゃあ、 あの当店 の、 あのお店の、予約アポイントメントは今これまでです。そうなんですね。じゃあもういいですか、あの次の来店 も、 もう予約しても。あ、そうですか。じゃあいつ頃がよろしいでしょうか。はいはいはい。じゃあ2月の35日はいかがでしょうか。わかりました、ありがとうございます。じゃあ2月の35日の、朝4時7分わかりました、ありがとうございます。お名前はどのような形で書いてもよろしいでしょうか。はいはいはい、ダックスフンドさんですね、わかりました。はいはいはい、わかりました。じゃあ、 あの確認メールを、あなたのメールに送っておきますので。え、メールは教えていない。いやいやいや、ありますよ、もう。はい、ダックスフンドさんが来店する前から、ダックスフンドさんのメールはもうご存知ですので、はい、サービスです。はいはい、じゃあお会計になるんですけれど、
今回は爪がもともとなかったということでリメイクするという形になりますと、ここだけの話なんですけれど、ちょっと違法な儀式でして、はい、なのでお金はちょっと高くなってしまうんですけれど、大丈夫ですか？あ、いや、ちょっと税関にかかってしまうと言いますか、ちょっと日本ではあまり使われていない儀式ですので、はい、お値段はここだけの話なんですけれど500円です。すいません、すごく高いですよね。わかります。じゃあ今回はサービスとして 50% オフで250円でいいですか？はい。あ、本当ですか？じゃあ250円で来月からは爪をなくさないでくださいね。じゃないとそれから500円になってしまうので、いいですか？いいですか？本当に大丈夫？わかりました。じゃあ250円を明日、今は払わなくていいので明日コンビニエンスストアのファミリーマートの後ろにあるゴミ箱の下に250円を置いておいてください。取りに行きます。はい。じゃあトータルでお値段は1万円になります。はい、1万円。はい。まずキャッシュでお願いします。キャッシュ、はい、はい、とも、はい、お次はこちらでよろしいでしょうか？はい、じゃあ頭の上に置いておきますね。よいしょ。あら、入ってきた。お釣りはこちらでよろしいですか？はい、ありがとうございました。じゃあぜひまたご来店のほどよろしくお願いします。はい。